2004年甲子園優勝投手の鈴木康人です。よろしくお願いします。ザ・プラチナリスト。夏の甲子園優勝投手歴代およそ30人全員会ってみたら、近くのラーメン屋さんただね。まあ優勝投手になって良かったとは思わなかったですね。投げすぎ。そうか。田中将大からエースを奪った男は今営業部長をやらせてもらってます。マー君って言えば多分みんな分かると思うんですけれども、インパクトすごい強いと思いません？日曜夜9時。